Hey guys! 皆さんこんにちは、今日もダブルスマイル TV をご視聴いただきありがとうございます、今回はみんな大好き新作のスパイク紹介をしていきたいと思います、僕はシンガポールに住んでるんですけど、シンガポールの水野さんにサポートしていただいていて、今回2月10日発売のプレフューチャーパックのモレリアネオベータ3モレリアネオ3ベータの新色を一足先にいただきました。そちらを今回紹介していきたいと思います。それではまず出てこいスパイクよ、はい、ということでこちらになります。かっこいい。ちょっと早速もう動画撮る前に待ちきれなくて履いちゃったので少しここは黒くなっちゃってるんですけど、かっけー。こちらは概要を言うと、日本ではモレリアネオ3のベータ版モデル、日本国内では1000足だけの限定販売で税込み 28,600円になります。でこれは25センチなんですけど、27センチのモデルで約片足 200g のも、素材になっております。で結構問題で、他のやつってここが単色でどんどん使ってると剥げていっちゃうことがあると思うんですけど、こちらはグレーの中に青が入ってるっていう形になっていて、なので、使用していってもソールの部分が色落ちしない、剥げていかないようになってあります。で最初持った時に少しここが結構硬くて、あ今回はちょっと硬いんだなって思ったんですけど、僕がいつも履く前にやるこうやってグニュってやるんですけど、それをやったらもう一気に柔らかくなりました。まあみんな個人差があると思うので嫌いな人はやらないでください。でやりすぎるとさすがに壊れちゃうので、少しフィットするようにグニュってやるぐらいでいいと思います。あこれマジ好きっす、この色で。この時に走ってる時とかに写真撮ってくれた時、ここが青くなってるのがマジ好きで最高の一言です。なんかちょっと紐、ちょっとリサーチ不足なんですけど、なんか少し紐も少し違うように感じますね。少し細くなったかな。一回履いた感覚はなんか前より、多分自分の勝手な感覚なんですけど、前よりタイトじゃなくてフィットする感覚になってるなっていう、この横の部分が。前のベータは最初の3回ぐらいは少しきついなぐらいで履いてたんですけど、今回のは履いた瞬間にもきつくなくてフィットしていて、素材もなんか気持ち柔らかくなってて、すごく履きやすくなってたなっていう印象です。相変わらずここがきつい仕様になってるね。モレリアネオ3とはまた違って、ここが一番特徴的だと思うんですけど、なってるので足首がすごいフィットしていて、僕はここのフィット感は今まで履いたスパイク、ナイキアシックス、ミズノ、プーマも履いたことあるかな、小さい頃履いたことあるんですけど、このスパイク、ミズノが一番ベストなスパイクだと感じております。オッケー、日本で1000足か。でモレリアネオ3の緑の方は1500足かな、なのでもうほんと数量限定なので、もう欲しい人は早くゲットしてください。2月10日発売、最高。ミズノさん、いつもサポートありがとうございます。これと一緒に僕の最高なシーズンを築いていけるように頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。で皆さん今日もご視聴ありがとうございました。1個前の動画で、僕が日本国籍からシンガポール国籍に変えてシンガポールから代表を目指すっていう動画を出したんですけど、そちらの方もぜひ、これがあるここに書いてあるやつです、やつをクリックして見てください。本当に覚悟を持って決めたことで、シンガポールから代表になって日本に凱旋して日本の国歌を聴いて泣きたいと思います。それを目標に今頑張っているので、これからその過程をブログで、Vlog で載せていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録、こういうチャンネル登録じゃない、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。